PFC シュルタングザルは、ウズベキスタンカシカダリア州のグザルを本拠地とするプロサッカークラブである。キリル文字表記に従って、PFK シュルタングザルと表記されることもある。現在一部リーグである、ウズベクリーグに参加している。クラブ名の、シュルタンは、トゥルク語で、権力者を意味するスルタンが点火したものであり、現在のクラブスポンサーである。 シュルタンガス科学の名前に由来している。1994年に設立された。しばらくはウズベクリーグ2部で戦っていたが、2004年に2部リーグで優勝し一部昇格を果たした。2010年、シュルタンはウズベクリーグで4位、ウズベキスタンカップで準優勝と過去最高の成績を上げる。準々決勝でパフタコールを、準決勝でロコモティフタシケントを破り、 決勝に進出した。決勝では FC、ブニョドコルに0から1で敗れ、クラブ初のタイトル獲得はならなかった。この成績により、シュルタンは2011年に初の国際大会である AFC カップに参加した。グループリーグを2位で勝ち抜いて、決勝トーナメントに進出したものの、決勝トーナメント1回戦で、ヨルダンのあるワフダに1から2で敗れ大会を去ることになった。 ありがとうございます。